ほほほほい。今日も京都テスラ店やっていくよ。一つだけ言いたいことがございます。運営さんありがとう。いらっしゃいませ、夏。お、これは霊夢さんが一番興奮するキャラ、ルミナスとベルザードじゃないですか。このガチャが神すぎる。こんなキャラ出しといて単発で終われるわけないだろ。で、今石はどれだけあるんですか ?180 ですが何か ?10 連って何個石必要なんだっけ ?400 個ですよ。課金おめでとうございます。残念だったな。今回は今から行くイベントで貯めた30個と合わせて5回で勝負してやるのさ。残念なのは霊夢さんの頭じゃないのかな。確率って聞いたことあります ?70 連で1面金世界のこのガチャは何なんだよ。うん、確率なんてクソくらいだな。霊夢さんなら1000分の1くらいの確率で当てれますよ。なんで確率下がってんだよ。では今回の夏祭りキャラ見ていきましょうか。それにしても運営さんルミナスとベルザード、わかってますね。これでまた課金税が増えること間違いなしだな。悪い大人の本性出すな。今回のベルザードの第一イラストはこんな感じ。浴衣って胸がない方が似合うらしいよ。霊夢さんには関係ないそうです。何食べたらそんなに栄養が溜まるんだね。うん、おっちゃんに話してみんな。こいつはマジで誰だよ。力属性なだけあって技は攻撃系の技が多いですね。スキルもダメージ系ですので完全に攻撃役ですね。ビジュアルが100万点なので最強です。次の夏祭りキャラのルミナスはこんな感じ。最強ですわ。まずはビジュアルから。このセンスで叩かれたい。ド M 発動すんな。やっぱり浴衣女子に勝るものはないね。そして性能としては、敵へのダメージ、敵へのデバフ、そして味方へのバフの全て兼ね備えてますね。スキルは敵へのデバフと味方へのバフですね。闇属性へは使えるキャラかもしれないですね。ではルミナスはビジュアル点が加算され、効果アーク。なんのだよ。そしてなんといっても今回のイベントキャラ、浴衣種名に続き浴衣ミューラン。霊夢さんの理性が壊れる音がしましたね。ほんと女はなんで浴衣着ると可愛くなるんだ。は。こんにちは、浴衣霊夢さんだよ。すげえ、浴衣着てるのになんで可愛くないんだ。お前なかなか失礼だろ。ということで今回は普通にミューランのイベント回って単発5回回すよ。そして当たらなければ別赤で10連回してやるよ。そこまで必死に当てるものでもないだろ。このガチャのラインナップを見なかったのか。夏祭りキャラ2体と常設星6だっけ。ということは新魔国よりもベルザードが当たる確率が高いということだ。ここを逃すわけにはいかない。そういえば最近新魔国のキャラ課金しないと取れなくなるようなキャラ増えましたね。なんで優勝限定にしたんだろうね。モンストみたいにスラコレみたいなの作って9キャラを入れればいいのに。金は美しい。ベドラが純レグから運営に変わってるんだけど、もはやセリフあればどんなキャラにでもなります。最近ロリボイスプライベートで欲しかったからお願いしていい？ゴリゴリの男ボイスなんだよ。てかそもそもプライベートで何欲しがってんだよ。いけますよ。この人ヘリウムガスでも吸ったの？ニコチンとタールが足りねえ。この人のキャラ何イメージしたんだ？はい、次どんどんイベント行こう。はい、ツイッターフォローしてくださってる方に謝罪させてもらいます。8月11日に動画を投稿する匂わせをしたのですが、睡魔とドライブに襲われて編集できませんでした。皆さん私の動画楽しみにしてくださったと思う。予想通りでしたよ。え？その、約束を破っちゃ、霊夢さんが投稿することに関して期待してる人誰もいないよ。え？それに霊夢さん視聴者さん誰も怒ったりしないですよ。だって昔1ヶ月に1回しか投稿しなかったのにみんな登録して待ってくれてたんだから。もしかして、私の視聴者さん投稿頻度に関しては最強なのでは？間違えてもそこに依存してまた頻度落とさないでね。了解であります。はい、次行こうか。じゃあ今からは私の頑張ってるアピールコーナー。編集前にプニプニ4時間してる人が頑張ってるの？編集せずに友達と5時間電話しながらエイペックスしてる人が？それでも編集してることがすごいのだ。誰かこの人に自業自得って言葉教えてあげて。最近プライベートが充実しすぎて編集時間の確保すると睡眠時間がすごいことになるんだよね。いつも何時間くらい睡眠時間確保してるんですか？うん、ざっと平均8時間から9時間かな。快眠じゃねえか。日本人の平均睡眠時間 7.3 時間ですよ。いやー、平均以上、いいことですね。そう、ここで睡眠時間削れと言えない。別に悪いことしてないところが腹立ちますね。ムフフフ。はい、上級も余裕でクリアだね。流れ作業だからここからは4倍速で行くよ。今回はあくまでガチャメインだから次回の動画で EX 気が向いたら行くね。今回は珍しく話す内容が途切れてないな。ふふ、何を隠そう一生プニプニしてましたからね。別にそこ関係ないだろ。甘いですねマリサ。投稿まで時間がなさすぎて必死に喋りつなげてるんですよ。リアル排水の陣してる人いるんだけど。みんなも夏休みの宿題は最終日にやろう。責任押し付けられても知らないですよ。あ、そこは自己責任でお願いします。ちなみに私は序盤でめっちゃやって燃え尽きて最終日に残りをやる人生でした。ちゃんと終わったんですか？あ、今から再現しましょうか？ちょうど戦闘も終わったしね。いやなんか教室に飛んだんだけど。はい、夏休み明けたからまずは宿題集めるぞ。はい先生集めました。ありがとう。今日忘れたやつはいないだろうな。今だ。すいません先生今日宿題忘れちゃいました。だから明日持ってきます。お、そうかならちゃんと明日持ってこいよ。ひひ、明日持ってきます。もし視聴者さんで宿題できてなかったりリアルに忘れてる人は忘れたの後に絶対明日持ってくるを入れよう。そうするとこれ以上言ってくる先生は少ない。信じまうよ。さっきの茶番家で1日で終わる課題の時はおすすめだよ。私もよく課題できてなかった時に明日持ってきます入れたら何も言われなかったしね。やる努力をしなかった女。よし5回だけだが回せる。行くぞベルザード。単発で盛り上がってるのこの人くらいだろうね。いっけー。はいはい、次行こうか。今日を頑張ったもの、今日を頑張り始めたもののみに、明日が来るんだよ。
え？は？なんで当たってんの？視聴者よ、ベルザードを取れなかったものよ。それの何が楽しいのかなぁ。でこれでアンチついても知らないぞ。今回の動画低評価の嵐ですよ。そんなそんな興奮しないで。みんなの気持ち、よくわかった。私が話、聞いてあげようか。この勝者の余裕、うざい。さあ、今回の動画はここまでだよ。昇級させないの？あ、ごめんごめん。なんだか心の余裕ができてね。なんで心の余裕できて頭の中まで余裕できちゃってるの？ほんと、みんな絵柄変わったうちのベルザードみたいんだろ。何こいつ煽らないと気が済まないの？ポケカ ATR 当たったのに買い取り120円でパチンコで負けてマッチングアプリで振られた人がなんか調子乗ってるね。調子に乗ってすいませんでした。ということで今回はベルザードの昇級とともに締めさせてもらうぜ。今回のガチャは機能面はわからないけど、ビジュアル面では最強だから、回してみることをおすすめするよ。欲しいキャラとかいない人はぜひこの機会に。霊夢さん当てててうざいと思った人はコメ欄で最近当たった自慢できるキャラ自慢していってくれだぜ。あとチャンネル登録よろしく。ではでは。